はい、ではこねていきましょう。牛乳とヨーグルトと塩と砂糖を入れてよく混ぜます。イーストなんですが、インスタントドライイーストをお使いの方は粉に混ぜるようにしてください。セミドライイーストの場合は多少牛乳が冷めなくても牛乳に溶いてしまって大丈夫です。で、牛乳の量なんですが、かぼちゃによってかなり変わってきてしまいます。あと使う粉も違うと全然違ってきてしまいますので、調節しながら入れるようにしてください。で、ある程度均一になって少し叩きごねをしたら、30分休ませていきます。30分休ませるとこんな感じにグルテン膜ができるので、ここで叩きごねを100回ぐらい行ってみてください。100回行ったら、少し早めなんですがバターの方を入れてきます。このように柔らかくして少しずつ入れていくようにしましょう。その際、周りにコペコペっとくっついてしまっている部分は生地の中にこのタイミングで入れ込むようにしてあげてください。少量ずつバターを混ぜて、バターが全部なじみきってから100回から200回こねましょう。押しごねはできないので叩きごねします。100回から200回こねたら、このようにまた20分置きます。そうすると分かりますか、こんな感じにふわっとこう生地がかなり強化されてきます。そしたらくるみを入れます。くるみはローストしたものを水でさっとくぐらせて置いておいたものを使います。くるみが乾いていると生地の水分を吸って固くなってしまいますので、くるみは一旦お水の方をくぐらせるようにしてみてください。生地が壊れないように、くるみはできるだけ均一に散らしていきます。あと、くるみが大きすぎないように気をつけましょう。発酵していきます。発酵前の生地の状態です。発酵後はこれくらいきちんと膨らむようにしましょう。はい、分割していきます。だいたい 100g になるように、まあ、100g というか総量で6分割してあげてください。で、丸めなんですが、このようにくるくるっと俵状を2回やったら対角線対角線で、そうするとだいたい表面が張って丸くなります。30分ベンチタイムを置くとこれくらい緩んでくるので、成形をしていきましょう。成形はいろんな角度から見ていきます。このガス抜きなんですが、これレッスンでよく伝える部分になります。食パンコースでこのガス抜きをしっかり教えるんですが、なかなか上手に最初行きません。簡単そうに見えてガス抜きはとっても重要な工程なので、ここはきちんと教室の方で教えていきたい内容になっていきます。こんな感じにバケット成形ですね、をしていきます。つまむのは一応もう一回つまみ直してください。で、ガスをこのように片側にならすように一回で抜きます。カードを使ってひっくり返します。1回目手前から折って、今指で押した部分を貼らせるようにします。そしたら1回自分の方に重ねて、閉じ目っていうかその境目ですね、を親指で平行な力をかけてあげます。そして閉じていきます。このくっぺ成形のコツなんかもレッスンの時にお伝えしていく内容になってきます。コロコロと転がして形を整えます。転がした際にシワシワってなる場合は、上から下に押す力が強すぎます。まずガス抜きですね。ガス抜きはこのような感じで抜けます。ちょっと斜め自分の方から手前から見ている状態になります。なので、わかりますか？手前が張りますね。そしてその閉じ目というか境目に親指を入れて、ぐっとちょっとキャタピラのように張らせながら転がして半分に折ります。ガス抜きこうですね。きちんとある程度こねたので、弾むようにトントンと叩きながら抜いてあげます。で、手前ですね、ここも手前側を張らせるように、こんもりと真ん中が厚くなるようにして手前に置いて、わかりますか？平行に親指をグッと押してあげます。そうすると、張りながら、潰すことなく、半分に折れます。それを半分に、よいしょ、折っていきます。
山になるようにしましょう。で、閉じ目、こんな感じでベタついてるのでそんなに弾けてきてしまうことないんですが、粉のところでコロコロっとしてから真ん中を高くするように小指でガスを横に鳴らしていく感じになります。ちょっといびつですね。自分の手前の方から見た画像です。もうずっと同じことを言いながらやっています。手前にして親指でグッと押してあげます。上から下に必ず力をかけないようにします。ちょっと左手前にくるみが出てるので、あれ後で入れると思うんですが、斜めですね。ちょっと緩いのでもう一回ちょっとやり直して表面張らせます。こんな感じで発酵を取っていきます。発酵があるとしっかりと膨らんできます。イースト数も多いのでしっかりと膨らましてから移動させてクープを引いてオーブンで焼いていきます。柔らかい生地なのでエッジがパキッと立つことはありません。またくるみが手前に来てしまうのですごくクープ引きにくいです。本当は複数本というかビエノワみたいな形で入れてってもいいんですが、1本にしました。で、オーブンの中にシュートイン入れましょう。はい、このアノバの場合なんですが、余熱210度で210度のスチームをかけたまま12分から13分焼いてちょうどでした。東芝石窯やビストロの場合はだいたい210度くらいのスチーム7分かけて、スチームを切って、まあ、7分ぐらい、合計で14分ぐらいで焼き上がるような温度帯で焼いてみてください。